さあ、続いてですね、イマジナリーラインの方をちょっとやっていきたいと思います。えー、今回はですね、えー、結構ちょっと複雑な人間関係っていうか、複雑な配置ですね。はい。えー、こんなような感じで配置されています。はい、えー。まずちょっとワイドショット。まあ、マスターショットはもう皆さんの方で、あの、今までの授業で習ったと思うんで、えー、まあ、設定していただきたいんですが、はい。まずちょっとこれ、えー、上から見てください。はい。 ちょうどですね上から見ると、これですね。はい。こうなってんですね。こうなっている。えー、アイラインが2つ重なってる。縦と横で重なっている。えー、これをですね、L ラインっていうんですね。L。こっからこうですよ。そうすると、まあ、極端な話、この L ラインの中心の直角のところですね。 角のところにいるところの人っていうのは、こっちとこっち両方を相手にしなきゃいけないという、ちょっとあの、応用が効いたチュートリアルです。で、えっ、ー、と、まずはですね、えー、そうだな。まず、えー、各人の立ち位置ですね。はい。まず、ツーショット。はい。えー、これはですね、会話している二人を中心にします。そあとは男性。 もう一人ですね、いるということで、これもちょっと押さえておいた方がいいと思いますね。まず二人のグループ、えー、上から見ると、えー、ここだとグループ1、グループ2みたいな感じですね。で、えー、2ショットを撮って、1個目のと、2つ目をまず各自で、えー、個別に撮っておきます。じゃあ、ここから OS 入りますね。まず、えー、はい、男性の OS、はい、こですね。 そして、えー、女性の OS。まあ、これはもう普通のアイラインと同じですね。うわあなんかこの目が、目が憂いてますね。はい。ということでですね、はい、えー。関係ないんですけども。で、次なんですけども、今度はこの男性がさっき言った若い男性と話をする場合は、こういう視点になります。こういう視点になる。えー、これ振り向くんですね。 えって言って振り向いて、え、離さなきゃいけないということで、振り向いたところの、え、このショットを1個ミディアムで入れた、バストアップか、まあ、ミディアムで入れたらいいんじゃないかなというふうに思います。そして、この男性と、もう一人の男性が、また、アイラインと同じように、しっかりとした位置決めで配置されてれば、成り立つんじゃないかなというふうに思います。 はいまあ、アイラインが2つ重なったという風な感じで考えていただくと分かりやすいかなというふうに思いますね。